時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、澤田賢治正月ライブ2024、木の上立つ静かなる岩。こちらのライブの大阪公演なんですけども、昨日からチケットピアにて先行抽選がスタートしております。そして愛知公演なんですけども、明日よりチケットピア E プラスローソンチケットにて一般販売がスタートいたします。それでは各ライブの概要をご紹介させていただきたいと思います。1月17日水曜日でございます。こちらは大阪公演フェスティバルホールです。会場は17時夕方5時から、開演は18時夜の6時からとなっております。次は愛知公演のご紹介です。2024年1月15日月曜日、会場はニテラ日本特殊陶業市民会館フォレストホール。会場は17時夕方の5時から、開演は18時夜の6時からとなっております。チケット価格は全公演全席指定の8800円、手数料は別途となりますのでご注意ください。ちなみにフェスティバルホールに関しては、今回はバルコニーボックス席での発売となります。価格は8800円ですけども、お席はバルコニーボックス席となっておりますので、詳しくはフェスティバルホールの公式サイトにてバルコニーボックス席の写真など掲載されておりますので、チェックしてみてください。大阪のフェスティバル公演は昨日から先行抽選がスタートしております。あさって日曜日、2023年11月19日日曜日の23時59分、夜11時59分までの受付となっております。一方、愛知公演の方なんですけども、チケットピア、E プラス、ローソンチケットの、3社でですね、明日2023年11月18日土曜日の午前10時より一般販売がスタートされます。先行抽選ではなく一般販売でございますので、チケット枚数が上限に達しましたら、ソールドアウト終了となりますのでご注意ください。こちらの動画の概要欄にチケットピア E プラスローソンチケットの URL をつけておりますので、よろしければそちらから各サイトに行ってみてください。こちらの情報は2023年11月17日金曜日お昼3時確認分の情報となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。